親に隠れてタトゥー入れたい人へ、この動画絶対に見て。キルノがバレたら殺されます。そのぐらいまでいっちゃおう。めっちゃ怒られると思います。バレたことないですか？隠します。一回バレそうになったけど、シールって言って嘘ついて。シール。私もあのタトゥー入れた時、親も知らなかった。皆さんどうですか？なんでお父さんお母さんタトゥーのことを反対ですか？テレビとかでタトゥーの話とかになると、今の若い子は後のこと考えずにそういうことを簡単に入れるぜって、ぐちぐち文句を言われるもんで。あ、そうですか。そうですね、時代変わりましたね。今はもうそんなこと言ってれないですよ。そうですね。もうちょっと浅く呼吸してくれませんか？頑張ります。あ、すごい、めっちゃ可愛いです。最高、ありがとうございます。ありがとうね。皆さんは親にちゃんと伝えますか？ぜひコメントで教えてね。皆さんもマサルタトゥースタジオでタトゥーを入れてみませんか？ご連絡お待ちしております。